こんにちは、空海です。こんにちは、ヤブズドットコムです。今回新しいアルバム出ます。サードアルバム閉館というタイトルでですね、カセットテープで販売します。20曲入ってて44分、トータル44分です。カセットテープなんですけれども、中これ開けてもらったら、QR コードありますんで、そちらからアクセスしてもらってダウンロードして聴いてもらうこともできます。購入方法はアースライバーのウェブショップと、あと店頭ですね。あとね、これからライブしに行くライブ会場で、もう手に取っていただけます。で、値段が、2700円、発売がですね7月の21日となってます。ちょっと今回、せっかくなんで、このカセットテープをフォーマットにしたい経緯というか、その辺をちょっとお伝えしたいなと思うんですけども、一昔前にね、僕らもこうやって音楽が大好きで、いろんなミュージシャンの、音楽聴いてたわけじゃないですか、その時の、CD やったりとか MD とか MD、ね、あの頃のことをふと思い出した時に、間違いなく音楽に、物としての価値が、存在してて、ジャケットもかっこよかったりライナーノーツ編み漁ったり、してたわけですました、その音楽と一緒に、愛着が、僕たちに、湧いてたあの頃を皆さんも覚えていらっしゃるでしょうか、そんな価値観をですね、今回このストリーミング全盛期の時代にですね、満を持してカセットにて僕たちはリリースすることにしました。はい。一足先にですね、マイカセットウォークマンでですね、リスニングしました。みんながよくあるあのデジタルじゃない、アナログレコードとかならではの直聞き、まあカセットは直聞きですよね、直聞きテープとかで聞く音楽との違いみたいなので温かさみたいなのをよく言うんですけども、あの実際に、リスニングしてみて、まあ、デジタルの音はまあ単語的なニュアンスの言葉で表現すると、まあ、パキッとしてるから、正確になんかいろんな種類の音が聞けるので、聞きやすくて音域幅もあってダイナミックスもあって、すごい素敵なんですけど、ある意味潰れるっていうか、丸みを帯びるこのカセットっていうのは、アルファ波っていうのは、自然の人工的ではない音あるじゃないですか、川のせせらぎとか自然の風の音とか、ああいうふうなのにちょっと近いんじゃないかなっていうのがあって、いうのが、まあ、そのイラストにした時、そのデジタルの、ギザギザではなくてこう緩やかな波になってるっていうのが実際にこうリスニングしてみてすごく腑に落ちたので、気持ちよく聴ける、内容になってるんじゃないかなと、思います。ぜひ、このタイミングでカセットテープっていう、ツールを、皆様にもシェアしたいなと、思いました。それでは、サードアルバム閉館、7月の21日、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。